私たちヒップホップアイドルユニット、せーの、リリカルスクールです。ラップできるの？私たちがマジフレッシュな IDOL ラップ、レップする5本のマイク、余裕でチェックしなさい。 1,2,3,4,5,6 ショータイム、ショータイム、ご招待、ご招待、ちょうだい。おっと、まずは自己紹介。姫、みなん、ひなこ、りさの You We are リリカルスクールだ。準備できてるか、みなのシュー。サワゲイ。途中笑っちゃってんじゃん。余裕ですよ。100点100点、はい、100点？これでだいぶ基準低めなんだね。二人は途中加入なんだってね。なんで入ろうと思ったの？こんなかっこいい、かっこいいアイドルっているんだなと思って、これはやってみたいと思って応募しました。私もリサノともともと友達で、で、こういうグループのオーディションがあるんだけど、どう？一緒にやってみない？って誘われて受けました。出た！オーディションあるある！友達を誘うってどういう気持ちなの？誘っておいて自分だけ受かったら、ただ相手を傷つけるだけじゃん。ちなみにリサノさん、趣味がスケジュール帳を見ることって書いてあるけど、スケジュール見て明日何するとか、なんだろう、一日のトゥードゥーリストをスケジュールに朝7時から夜12時まで書いてあるんですけど、そういうのを埋めるのがもう大好きで、カフェに行くとか本を読むとか書いてます。カフェとか読書とか、スケジュールに書かなきゃダメなことかな。小学生の時から、教科書の下にスケジュール帳を引いて、教科書読んでると思いつつ、スケジュール帳をずっと見てました。明日このスケジュールを書くとか。だから勉強しなきゃいけない時に勉強してないんだから意味ないんだって。スケジュール書くってスケジュール帳に書かなきゃいけないって、どんな記憶力してんだよ。そういう人に限って、私忙しいんですアピールするんだよ。他のメンバーも迷惑してるでしょ。スケジュール帳に朝散歩行くっていうのがもう私の1個目の丸の付けどころなんですけど、それはちょっとシェアしてるよね。そう、シェアしてる。一緒に行こうっつって。うん。まあ、眠い時はちょっと。ほら！そんな身のないスケジュールで振り回されたらたまんないよ。そんなリサノさんの将来の夢は？リサノ王国を作る。はい、結論、この子は自分中心で世界が回ってます。告知、6月19日に、フルアルバムのワールズエンドっていうのが発売します。はい、そのアルバムを引っ提げて全国回りますので、皆様楽しみに待っててください。お願いします。お願いします。今日もスケジュール帳は散歩と読書とスケジュールを書くことでパンパンです。2ヶ月目。